いやー、雨の影響はあるな、一個飛ばしの落としがやばいんだよな、人始まった始まりました、キックオフですね。いきなりいきなりなんか遊んでんじゃん。グロスとギルモはやばいよね、本当に、マジでやばい。やっぱイゴールもそこつけるね、つけるね。いや、いきなりよ、ね、では打開してるからちゃんと逃げてるからもうすげえな、マジで。いや、でもマイプレ来るな、来る来る来る、まあ、立ち上がり5分だからあれだけど、いや、ガンガン来てるよ、立ち上がりは。ここまで来るもんね。これ剥がしたらもうめっちゃチャンスよ、もう来る来る、サイドバックにも。待って、でも強度高いぞ、ね、なんか、ギリシャとか関係ないね、関係ないね、このステージにいるっていうことは強いんよ。アテネ今火力あるよ今の感じだと、ね、逆足のタイミングめっちゃまずい。うわー、うますぎる。うわ、やばい。うわ、マジか。いや、アテネなんか強いもん、普通に、普通にやられた。一戦一戦結構命取りになるよね、うん、ヨーロッパリーグは。いや、セットプレーか。うわうわ、そこそこか、こぼれからか、うん、研究されてんな。いや、しかもこう首強っ。いや、結構距離あるよこれ、言うて。いや、ボールとシュート完璧。いや、アテネ普通にいいチームだ。優しい。いや、素晴らしい、優しい。うっ、オフだね。それはプレーに関与してるからオフっぽいけど大丈夫。うわっ、ウェーないの？俺さ、俺シミュレーションめっちゃ思うのがさ、別にちょっと大げさになってもいいじゃん、その本当にかかりかけてるし、それでカード出んのちょっとかわいそうだよね。あ、これは PK だよ、さすがに。俺はね、いや、がっつり蹴ってるもん。だって足ブルンってなってるもん、おー、よし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 。いや、これ決めると決めないで当たり前だけど全然違う、ね、いや、頼むよ本当に。おお、逆いった、うまい。うすごい、ペドロ素晴らしい。うわ、ひたすら来た。おお、さ、すごいな、メンタル強いな。いや、すげえわ。ただ今のひたすらの滑り具合見る感じさ、やっぱ今日めっちゃボール伸びるよね。ペドロがめっちゃ伸びてたもん確かにペドロが伸びんだったらボールもっと伸びる、ボールもっと伸びるよ。いやいや、すごい、メンタル強い。よしよしよし、振り出しはこっから。そう、絶対あれディフェンス左に蹴るぞって言ってたよ、絶対言ってた、絶対言ってた、で、多分ペドロもそれ見てて、それに打ち勝ったよね。そうね、その駆け引きにね。そう、うん、お、すごいわ、さすが、素晴らしい、ジョアン・ペドロ、うん、うわ、え、セットプレー、セットプレーだ。マジで俺コメント見てた今。え、待って、セットプレー、マジか。セットプレー1本は本当に2本セットプレーやられてるやん。いや、待って、アテネ強いな普通に。強いよ。うわ、すごっ。うわ、スライディングで、そこスライディングするの。トニー・ブルーのさ、あの焦らなさ加減すごいね、なんか書くだけだったよね、こうはならない、ね、そうそうそう、目の横ポリポリするだけよい失点してもポリポリだから、ね、余裕あんな、やっぱ、ね、さすがだ、さすがギャンブラーの。でかい金動かしてるやつはちげえわ、ね、全然ちげえわ。来てないもんね、メンタルね、同時だよ。あららら、もっとやばいこと経験してるやん、多分、多分そうでしょ、もっとやべえもん失ってるもんいや、マジか、強いな普通に。ねえ、このセットプレーやっぱりどうにかしたいもんな。したした、本当にどうすればいいんだろうね。いや、アテネ強いな。いや、強い強い。え、なんでこんな運べるんだろうね、みんな。ね、どのリーグも上位に出てくるチームは強いんよね。あと、やったらやったで意外といい勝負なるよ ね、 そうね、多分どこも、うん、あとやっぱラージョとかともやってたじゃん、やっぱいい勝負なるもん、ね、そうなるもんね。そう、結局やったらやったで、うん、このフィジカルあからさまに強いけどな。強い強い、ほんとにフィジカル軍団すぎるけどな、ちょっと。それでセットプレーをちゃんと決めきるっていうね、今日だって全部セットプレーだもんね、スコア。そうなんだ、ね、こっちもだってね、PK だし、いや、これどう采配するかも結構関わってくるよね、ただもうやられてんの、でもセットプレーだからね。そうなんだよね、ちょっとこう修正とかじゃないところはあるよね、ちょっと純粋にフィジカル負けしてる部分も、あ、まあちょっと対応も甘いけど、まあ、いや、これどうすんだろうね、マジで。やってるサッカーの内容的には別に悪くはないからね、そうそうそう、ただいつもよりはやっぱ質落ちてるよね、まあね、雨で。ペドロのところとかもラストパスのところさ、なんかつるっといっちゃってるもんね、もう当たり前だけどこれゴリゴリの天然芝でしょ、で天然芝雨降ってるとめっちゃ伸びるもんね。めっちゃ伸びる、本当に。人工芝の日じゃないから、日じゃないよね、セットプレーってまあほぼ雨の影響受けないからさ。そう、やっぱり強いよね、強い。いや、セットプレーやっぱ高校サッカーとかもやっぱセットプレーだもんね、やっぱ。そうね、ゴリゴリどころは、いやー、つるっと、おお、おい、まただ、また、え、一回見て、もう一回見てよ、ちょっとリプレイお願いします。今のは何なん？うおーおーおー、ガッツリガッツリこれどうなん？ガッツリフルスイングされてるよ。これはファール、これどうなん？わかんない、これはファール、いや、これはファールでしょ
これで PK だったらすごいよ。いやでもこれ PK じゃない方がおかしい。ほら足プルンって。これマジラッキー、うん、これ。あ、本当だ、ペドロ先触ってるもんね。先触ってる、先触ってる。よく頑張ったね、ペドロ、ね、いやだから俺マジペドロさすごいね。あの守備すごいと思って。あー確かに出だし早いんよ一番。ペドロすごいな。マジですごい。であそこもよく行ったよね。よく行った。そう、普通あんなさとこ行かないやん。だって普通に相手がミスしてなかったらさクリアされちゃう。そうそうそう、ちょっとミスすること分かってる、ね、そう分かってる。そう未来見えてるもん。それを予測してたかのようにさもう走り出してるからね、うん、確かに確かに。ただこれまたペドロ蹴るとしてもさ、うん、そうね、コースむずいよ。むずいね。ああこれ駆け引き濃厚になるもん、ね、次は左やでって耳打ちされるもん。だからこれ誰蹴んだろう、ね、まあ、ペドロ蹴るんだろうけど、うん、俺だったら絶対やだな。これエムバペのさ、うん、ワールドカップの PK すごいよね。3回くらい蹴ってさ全部同じとこ蹴ったもん、うん、マジでバグだよ、うん。あ、こういうやつがここまで上り詰めんのかって俺思ったもん、ね、うんうん、バケモンよエムバペとか。いやだからあのコースにあの速さだったらもう取れないんだよ。ああそうだね、もうマジでワールドカップのエムバペマジヤバかったな、うん、本当に。ジョアン・ペドロこれどうすんだろう、どうすんだろう。いやすげえ、ここで逆か、すごいな。いやすごいわ。いやすごいわ。なんかもう蹴る前からさね、なんかもうね、ふう一息ついてるもん。一息ついてたもんね。ね。いや、すごっ。いや。蹴りどころないよね。ないよ。だって、耳打ちされてさ、ね、あいつ、右だぞってなってさ、うんうん、で、さっき逆つかれてさ、うん、今度こそってなった時に、逆かよ。蹴りどころないけどな。いや、すげえよ。あ、だから結構戦術がっつりいじって、うわ、やばい、ラプティが倒れた。やばい。まずい。わあ、やばい。うわあ。マジかー。ガチかー。うわぁ、え、どういうこと今オンゴール、何今バンバンみたいな。うわぁ、うわ、マジか。いやないな、ここで反らしてランプティぶっ倒れてたもんね。また抜きか。股抜きかバンバンか。うわ、ない、何もない。ランプティ倒れたのも、ね、で、遅れちゃってるからね、うん、あれ、ちょっと、スティールも触ってるしな。うわぁ、うわぁ、運がね。この跳ね返り、むずいな、うん、キーパーは。ランプティが相手とぶつかって倒れたのもちょっと、うん、まあ、あれぐらいじゃファウルになんないしね、うん、ランプティ倒れたのも結構でかいよな今、うん、あ、終わる終わる、放り込んで、ランプティ放り込んでいいよ。いやでもね、これポゼッションサッカーあるあるだよ。ラフに攻撃するのに抵抗あるんよね、ちょっと。あ、終わった。あー、くー、いやー、うん、ここで負けたか。いやでもやっぱセットプレー武器としてあるのすごいな、うん、とブライトンあるある的な感じにはなってるけどな、ね、うん、ブライトン雨の時めっちゃ多分勝率低いと思う。いやマジ、うん、相当低いよね、うん、そういうデータないんかな。ね、こういう相手に苦手だ ね、 そうね。あ、まあでも確かにブライトン良くも悪くも相手の強さ関係ないからね、本当に。そうそうそう、いや本当そうだと思う、うん、あ、やっぱ過酷だねやっぱり。うん、言えるもそりゃそうよ、やっぱりリーグの上位がさ、そうだね、出てくるから。あ、でも面白かったけどね普通に、うん、試合的には、うん、マジで硬かったな。いやでも硬いな本当に、うんうん、でもね、決めてるとこ決めとけばっていう、まあたらればになっちゃうけど ね、 ね、それこそね、ジョアン・ペドロが横にね、三笘に出したけばとかなっちゃうからね、うん、アヤックス・マルセイユドローか。あ、いやー、いやー、今日全チーム引き分けでいけたらラッキーだったんだけどね。そうね、まあね、これがサッカーですよね、うん、やっぱり。いや、まあまだまだ全然、今日1試合目だからね、うん、いや、ブライトンがウエストハムに負けた時とかももう、そうね、同じ雰囲気だもんね、うん、それでも結構な流れ関係ないからな、ブライトンは、うんうんうん。ということで、はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。